誰も入るかい。おい、これはもうダメなの。カピライされるから。ダメなんだ。だからこそ、その名前だけ、名前だけ隠す。ああ、そっかそう。ダメなの。へえ、そういうあれがあるんだ。そう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 。分かる人は分かる。でも YouTube に上げる。形でさ、形でもバレちゃうね。うん。でもお名前は入ってないから大丈夫。ロゴが、ロゴは分かんない。その中に麦茶が入ってくるし。うん。どれを、あんたたちのお酒なの。いや、美味しい酒にまあまあ。しっかり飲んでんとか、ママ。ママね。うん。いらねえって言ったら、ほったりもつ。全然もう、綺麗じゃん。うん。綺麗だよね。これ何本だっけしたい。うん。じゃあ下塗ってるってことか、そうそうそう。高橋さん、なんか頼んでなかった。高橋さん、クッキー頼んでなかった。頼まないだったら食べないじゃん。あ、そうか。予算がダメだったら買わないと。もう忘れちゃった。もうあまりケーキ食べない。うん。うまいんだよ、でも私も食べないんだけど、なんか食べたいだけど、あとではね全部出しちゃうのもったいないじゃん、わからないんだよ私。おいしそう、刺身ね、ねんねんね、甘いのがダメ、多分甘いはダメかも。あんこあんこのダメなの。今日、昨日、昨日、昨日、アンテナ役で79歳、私も子供の頃つけるのに、ね、バタークリームがダメだ。この時間帯、ベロベロです。食べよ。